えすみません、えー、今年、えー、一番最初のマックスの取材、ありがとうございました、えー、おかげさまで、えー、非常にいい大会になりまして、何よりも、あのー、何も言わなくても選手が、ですね、えー、正人君がいなくなって、頑張んなきゃっていう気持ちが非常に伝わってきて、その中でも、一番、あれ一番、あのー、やっぱり、その、マックスを守っていかなきゃいけないなっていう、ジンオーツ君が優勝したんじゃないかなっていう気が。 えします本当にいい大会でした、あのー、まさかあジェーンオス選手が優勝するとは思ってなかったんですけども、えー、いい意味で、えー、あの予想を裏切るのが k 1らしいところなんで、えー、そういう意味でも良かったなというふうに思っています。 ジエンオス選手と、まあ、佐藤選手はこの2人は決まりだなと思っていますがもう1人ぐらい選びたいなと思っているので、まあ、今日の結果から見るとやっぱり中島選手とか日夏選手がいいんじゃないかなという気がしますが、まあ、ちょっとファンの意見やらマスコミの皆さんや関係者の皆さんの声を聞きながらもう1人ぐらい選びたいなと思っています。 木戸、まあ、君と雄也君はちょっと今の段階で良、えー、かったんですけど選びにくいなっていう感じがしますね。でただ、まああの、本当に中島選手と日向っていうのは本当にあの将来の K‐1 をある意味支えてくれるような逸材じゃないかなとあの2人は結構世界行っても通用するというふうに、えー、思っております。そういういい新しい目が出てきたのは よかったんじゃないかなと思いますし、まあ、そういう意味では、ねえー、コーヒー・ルイマキ選手の欠場が裏 MVP、えー、というかいい形で、えー、なったなという感じもしますし、えーあれですねまあ、今日の残念だったなと思ったのは本当にペトロシアンと佐藤ができなかったことぐらいですね。自分の中ではそれと いいんですけど渡辺選手と DJ 大輝がちょっとかみ合わなかったなっていうですねちょっと渡辺選手の良さを殺してしまったなっていうそこはちょっと、あのー、マッチメイク的に DJ 大輝選手をよく知らなかったんでまさかあんなね、えー、すごい完成されたキックボクサーみたいな戦い方するというふうに思ってなかったんで、あのー、作戦的にもですね。そこはちょっとえー あの自分自身の中では課題が残ったなというふうに思います、まああの、本当に裏が非常に強い、えー、真央ちゃんとキム・ヨナやったり、えー、巨人とヤクルトやったり、えー、あとはなんか、電車が止まって、えー、30分ぐらいお客さんが入るのが遅くなっちゃったみたいなんですけれども、まあ、そういうハプニングがいろいろあったんですが、その中で最後、本当、感動的な試合をやってもらった選手に心よりお礼を申し上げます。 以上ですライト級の手応えはどうでした小宮君あんなもんじゃないなっていうちょっと硬か,かったなと思いますね。えー、とあとは、えー、やっぱ今日はあのトーナメントの8人が素晴らしすぎたんでちょっとそこを食うような試合はできなかったなって感じがしますね。とにかく今日はトーナメントの8人が素晴らしいってことに尽きますね。 ただ次回本当にやりたいなと思ってます。ライト級の展開としては、えっとまあ5月の2日に今度 JCB ホールであるんですけど、そこからスタートが切れればいいなというふうに思ってます。いい選手がたくさんいるんで、ただやっぱりね70キロ、さすが10年間今年9年目ですけども、未来できただけのことあるなってみんなプロらしい戦いができるんで、そこをね今日の63級の子たちが できる、あのー、やってくれればあのいいなと思ってるんですけど、やっぱり K−1 マックスという舞台だとやっぱだいぶ違うんで、中島選手さんがもっとよくなるんじゃないですかね、そういう意味では、まだまだあんな感じはないと思いますから。あの佐藤選手は、まあ、オランダの海外なんですけそうですね、えーと、今度の5月はまあ予定では63キロのトーナメントを始めようかなと思ってるんで,で、7月。 日本でやるマックス、それからあとはまあヨーロッパで開幕戦をやって、だから次、70キロの子が出るのは、多分七7月になると思うんで、佐藤君なんか、今日の試合で、えー、ちょっと物足りないんだったら、5月やるのはいいなと思うし、あの世界大会やる前にね、もし本当にペトロシアンとかできたらね、戦っておいた方がいいと思いますけど、僕は。あの世界大会だとともう本当落とせないんでなんか あのー、ちょっとまあもうすでに打診したんですけど、えー、とサイモンの方が結構もうカードがあのいっぱいになっちゃってるんでちょっと調整させてくれっていう感じで、えー、と4月の3日今度来週の土曜日にグランプリがありますんでその時に来日するんでそこで打ち合わせしようっていうことになってますね、あのー、当初は逆に言うとサイモン・ルッツから佐藤選手のオファーがあったんですね あの5月にだけどマックスが多分もしかしたら4月にやるかもしれないっていう,う予定だったんで,で、まあ、63キロその時まず決めてなかったので、えー、っとちょっと保留に保留っていうかあの現段階であの出すってことは言えないって言ったら、まあ、向こうヨーロッパも半年前ぐらいにカード発表しなくちゃいけないんでじゃあしょうがないねって言ってたところで。 まあ、もと出て欲しかったとは思いますけど、ちょっと時間的な問題ですね。まあ、あとはそこに宮田さんがいますけど、本当にクラッシュとかね。あのライズさんがああいうトーナメントやってくれたのが、やっぱ本当にね、生きてるなと思ってます。ああいうとこで活躍した選手がね、やっぱ上上がってきた。あのライズのあの小宮っていうリザーブの選手も良かったですね。あとはリュウジ選手もそうだけど、ああいう決定戦やって出てきた選手、やっぱりね。 あのなんかキャラクターとか名前だけじゃなく本当にいい選手を育って出てくるんでいい感じはしますね僕はやっぱり中島と日向がいいと思います本当に K−1 マックスこれから支えていくのは21歳と23歳この2人の時代を本当に作ってもらいたいなっていうですね そのための、ね、いい負けだったと思いますし。え、あの、いい試練だったと思い、思いますね。え。えー、いや、あんなに、あの、変身してたんで、びっくりしましたね。僕はもっと、あの、打たれ、弱いし。あの、脆さをすごく感じる、せ、選手だったんですけど。今日は、あの、前から。 あのディープで出たりなんかしてニュージャパンで出た時見てて当てるのがすごいうまい選手だなっていうのは前から思ってたんですけどなんかその一方でですねすごい脆い選手だなと思ったんですけど今日はその脆さがなかったんで一体どうしてあんなに変身したんだろうっていうですね、えー、そんなあの驚いてます、ねまあ、あとはあのやっぱり本当にマックス盛り上げていこうっていう気持ちがですね えー、一人一人の選手がある中で、長嶋君があんなふうにも思ってくれてること自体がですね、もちろんマックさん、なくなりませんけど、なんか自分たちが頑張んなきゃなくなるんだぐらいのつもりで、えー、やってることに対しては感動しましたね。ああベストバウトを一つ選ぶとしたらどれもよかったんですけど、僕はやっぱり、山本裕也対日向か、えーあ、ベストバウト、まあ、決勝戦が一番ですね、やっぱり。 だけど見応えがあったのは山本裕也対日向と日向対中島この2つはすごい見応えがありましたね最後は良かったですね、本当にあの文句なしに最後の試合がベストバウトだと思いますけどまだいあの言うべき段階ではないですね。 そこまで行ってる人はいないと思いますし、もしかしたら今度やる六十三キロに出てくるかもしれないし、まあ本当に紙一重ですよね。僕あの負けだとはいえ、既読が優勝する可能性だってすごくあったと思うし、おっちょこちょいだからあのダウンしちゃいましたけど、あの可能性だってあると思いますし、えー、日向とか中島とか優也が優勝する可能性だってあると思いますし、この辺はもう何回やっても分かんないですね。 あと中島君がいいのはこの倒すパンチ持ってるのはすごくいいですね。あんなミドル級でウエイトもやってないのにあんなパンチ力ある選手珍しいんであれは今までいなかったタイプですねで逆に言うと日向君に欲しいのはあの本当に倒す蹴りですよねもうすごいうまいですけどあの倒す蹴りがないと世界でなかなか勝ち抜けないと思いますから。 はい、ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。宮田さん、ありがとうございました。